こんにちは、ブルーホスですね。ジルが無事にね、ちょっと顔色良くなってきたって感じですよね。うん、触っても今なら怒られないかな。やつがいるからな。いない時だってよかったんだけどな。ねえ、見てよこのスタイル。ちょろっとさあ、やっていこうか。その気持ちわかるよって方はチャンネル登録ボタンにグッドボタンぜひお願いします。ということで今回はこいつが引き連れてきやがったゾンビをね、ぶちのめすっていうところやりたいんですけど、まあ、ここね、ちょっと流れ作業なんで、まあ、こいつを使ってもいいかなと思うんですけど、やっぱ、ま、それは良くないよね。真っ向勝負がいいよねっていうことなんで、まあ、ちょっと。奴らの侵入経路を左側で、まあ、窓のシャッターを下ろすぞ。ライオンキングやってるやつか。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。日本語版のタイルってなかなかイケボだったりするよね。まあ、別には、その、元の声がイケボじゃないっていうことを言いたいわけじゃない。どうしよっかなー、なんか流れ作業になっちゃうって予感もするんだよね。じゃあ、こっちも来てるよね。すごい来てるな。あー、そうだね。これ難易度変わってもやること変わんないからね。めんどくさいからドアも出てる。ドゥーン。あっちからも来てるよね。ドゥーン。ごめんね。あれ、ちょっと待って、今のやつらさ、全然死んでなかったね。ちょっと待って、相変わらずの神テロテロボーイになってる。でもさすがにこれはちょっと、外でこの待機してるやつらよ。ただの映像なんじゃよね。一発で死なないゾンビがいるっていうのがまずさ、問題なんだよね。これ、あ、そうだ、新刊。はい。焦げ散らかそうなんだよね。これ入ってこようとするやつらいいんだけどさ、なんか時々なんだったっけねえ、あれ、あ、そっか、これ開けてないパターンの時は開けてもらわなきゃ入れないみたいな感じかな。オッケーね。まあ、これが終わったら普通のちゃんとクリアした方、ちゃんとしたやり方でね、これでダダ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 しますからさ。それちょっと許してください。すいません。ほんとすいません。で、なんかではめっちゃガンガン行く。時々一発で死なないゾンちゃんとかいるんだよね。そいつら最強だよな、ほんと。どうなってんの、まあ、そもそもがなんかあれだよね。ハンドガンとかを15発とか撃たないと死なないような生物だもんな。生物だよな。ああ、なんや、石バグったのかと思った。そうなったら、これこんないらなかったな。しまったな。なんかもったいないことしたな。まあいいや、別に他の武器があったところでなんちゃらかんちゃらって感じなんだ。おっそく、あれこれ閉まってるじゃんと。あ、マジか。そこまで、あ、半分閉まったところで来る、あれだな。よし。うら、来いや。出て来いや。来い。イエーイ、オッケー。あれ普通に食らってなかったわ、今。イエーイとか言ってたけど、全然食らってなかった。でもこれ別に開けなくてもいいらしいね。ほい。サイドパック。ここでサイドパックが増えたら取ってたもんね。あーはー、打ち上げ花火、おー、近い、危ない。今の爆風で、多分おそらくカルロスは普通にお亡くなりになってるはずなのに、ほら近寄っちゃダメ。ダメよ。目。ちゃんとここも閉めてんだよな。で、ここのバリケードしょぼくない？単価1個って。ねえ。ほい、皆さん、吹っ飛んでおき。ちょっと待って。はい。あいつ、博士やろ。博士ちょっとドクターやろ、ここの。今の格好。ドクターなんでそこにおんのよ。オッケー。で、だいぶ降りてきてるね。あ、ちょっと待って、固まった。パソコンがフリーズして、あ。パソフリしてる。もう少しだ。オッケー、パソフリー。焦げ、あ、ちょっと待って、あいつ、おかしいだべって。なんで、おー！これで、ねえ、ジューンってなったら、これでもうみんな焦げ散らかしてるはずなんだべ。普通に。もう一体来るだろう。もういっぱい来るだべ。来ないべ。入ってきたべ。ちょ、待って、固まった。
ほい。オッケー。さあ、来るか、来るか。ああ、やっぱ、おお、やっぱ来たね。もうちょっとみんな、あれだよね。私が苦しむ姿をね、見てよ。見たかったっていう人多いかもしれないけどね。うん、その通り。僕ももっと苦しんだ方が良かったかもしれないと思う。まあ、前回パートがちょっといろいろね、ぐちゃ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 ってなっちゃったから。まあ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 ね。で、僕はね、もう心身ともにボロボロなんですよ。もう本当に。まあ新しい年が始まって、新しい仕事が始まったっていうところもあるんだけど、じゃあこっからは普通にマシンガンダダ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 ダ経由しますんで、はい、許してください。すいません、すいません。そう。で、それもあるんだけど、あのね、何よりもね、それ、おー、ちょっとこんなにだっけか、ちょっと待って、おー、いきなり。ちょっと待って、ムービーシーンが、奴らが入ってきてる。奴らが入ってきてるっていうのはすごいわかるんだけど、聞きます。ほんで、おい、使う。で、ちょっと待って、爆発まで耐える。爆発まで耐えれるなんだけど、30秒いけるか、コロ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 コミック。コミック。あと15秒。あれだな、なんかロケランとかを手に入れるためのポイント稼ぐのに最初ここでめちゃめちゃ弾が切れるまでゾンビを倒し尽くす。でもなんかある程度のそのゾンビを倒し尽くしちゃうとなんかゾンビが出てこなくなるっていうなんかそういう仕様だったりするんですよね。オッケー。あー、なんとかなりましたね。ドゥー。これがまたもう都合のいいことにねと閉めてくれるんですよ、病院の扉をね。ドゥー。この倒れ方だったらね、なんか隙間乗ったら入ってこれちゃいそうな。あるいはリッカーとかハンターだったら上からなんかね。あ、お空が無事だよ、大丈夫だよ、安心してけろ。食らっちゃったし、あ、めっちゃ喋ってるわ。散々だったけどなんとかなったぜ。さ、これで終わりだね。あ、なんでこの進んじゃうのか。はい、ということで一掃してきたし、じゃあ病院も封印ができたし、よかった。ミサイルも飛んでくるし、もう俺たちに助ける道はねえ。そうだ、もう爆破されちまうんだからさ、もう二人で、あとは最後の最後まで生の喜びを感じ合おうぜ。肝が座ってるな。じゃあ俺は一人でいそいそと、タイレルの方が男だった説。ねえ、さて、右腕すごい汚れてるね。ここで急な FPS。でもこういう視点をやるっていうのはやっぱバイオセブンが、この当時まだバイオセブンまでだったけどさ、ね、あったからっていうのがまあ一つあるんだろうね。いい知らせ。相変わらずのイケメン。全て斎藤匠。街は安全だ。多分でもモデルフェイス、斎藤匠だよね。ちなみに皆さん、過去編で、過去、その ジルで言ったら、どのジルが一番好きっす？僕やっぱワンかな。あのワンって、リメイクのワンのジルが好きだよね。あのジルめちゃくちゃ美人っすよね。あとまあ中には、リベ1のジルが好きだっていう人もいれば、バイオ5のジルが好きってね。なんかバイオ2、あの映画版のバイオ2と、バイオ4、5に出てきたジルの役やってるシエンナ・ギロリーさんだったかな。あの人もともと金髪らしいですね。で、それを、バイオ3のジルに合わせて、黒髪に染めたけど、まあ、元が金だったから、そのままの、まあ、素の髪で4、5に出てきたみたいな、そんな、小ネタが確かあったと思うんですけどね。裏事情か。うん、まあ、そんなことはどうでもよくって、まあ、無事にね、チャプタークリア。チャプターではないのか。チャプターっていう概念ないよね。バイオ。RE エンジンになってからね。ということで、シレット、グレネードランチャー持ってるけど、まあ、いらないので、とりあえずこいつは預けちゃいましょう。いらない。また、あれの時に使いましょうかね。これもいらない。そっか。あれ、どうやって作るんだったっけ？炸裂弾と、炸裂 B で、これで？違うな。これで、B と組み合わせることで焼夷弾、2つを組み合わせることで炸裂弾で、これは2つを組み合わせることで硫酸弾になるのか。ははははは。は今更のネタっていうね。でも1個ずつしかないね。ああ、焼夷弾よりもやっぱあれが欲しいんだけどないね。なさそうだね。残念。なんだっけ、スポンサーじゃなくて、マインスロア。なんでスポンサー、全然言葉の意味が違う。OK。
ケー。じゃあここのムービーシーンを見たらね、次病院を突破して地下緊急施設に入っていくというシーンから入っていこうとやると思いますので、ぜひね、見ていただけると嬉しいです。ぜひ、ね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、明けましておめでとうのね、お祝いとね、共にね、新しい仕事頑張ってねって応援してくれると非常に嬉しいので、ね、励みになりますので、ね、ぜひよろしくお願いいたします。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろ。そうなんです。だから爆破される前に逃げるわ。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。そうなんだよね、原作と比べるとかなりのね、彼はプロなんだ。私もよ、私もプロよ、私もよ。何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設は、何をやっているのか見せなさい。サモナイト、カルロスからも連絡が途絶えた。まあでもこんなデスクトップパソコンなんかね、もうね、もう見ないもんね。本当にそういう、そういうその専門でやってる人たちじゃないと見れないもんね。ここでさ、ゾンビが全くいなくなったのかっていう話なんですよね。こういうのとかさ、普通に、あそこでシャッターちゃんと閉まってんな。ガン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 。このくらいだったらなんかもうゾンビものすごい隙間とかスルスルって抜けてきそうな気もするけどね。はい。まあ、そんなケチはつけてない。ケチをつけてる暇があるから、もうね、この辺りにしてね、終了とさせていただきたいと思います。これ、ライオンキング。Preferring life comes from good health. そうね、健康から来るって、まず間違いない。本当に起きれなくなったよね、なんかね。疲れた日とかね。よし。ということで、本日の動画はね、以上とさせていただきたいというふうに思います。また次回パートでお会いしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンで応援もよろしく。ではまた。